はい、皆様お疲れ様です。お酒の塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は、軽く一杯166杯目になります。テーマはですね、焼酎の中でもね、人気があるかもしれませんね。あるかもって言ったら怒れんね、黒糖焼酎です。周りには結構好きな人がいますよね。そちらの方を早速飲んでいきましょう。お酒の種類は焼酎、本格焼酎、黒糖、銘柄、龍宮、亀仕込み、25度、原産地日本、鹿児島、奄美大島、酒造所富田酒造、アルコール度数25度になります。黒糖焼酎ってあれですよね、焼酎の中でもね、やはり芋焼酎、米焼酎、麦焼酎、そば焼酎ってあるんですけど、その中でも何でしょうね、甘みのあるようなまろやかなイメージが、あるんじゃないでしょうかね。あとは結構スピリッツのラムともよく似てるとも言う人もいますけどね。で、黒糖焼酎っていうのは鹿児島県の奄美群島だけで作られる特有の焼酎になりますね。例えば今回の奄美大島を筆頭にね、徳之島とか喜界島とかね、そういうところが有名になりますよね。で、私もう結構黒糖焼酎好きで、なんて大きく2つの楽しみ方してるんですね。一つはソーダ割り、まあこれは結構ドライでキリッとしたようなね、出質の時にソーダ割りしたりするんですけど、今回の龍宮はですね、どっちかというとまったり系統っていうかふくよか系統ですので、ソーダ割りっていうよりもですね、ロック水割りとか、あとはお湯割りでちょっとね楽しんでいこうかなというふうに考えております。で、黒糖っていうのはあれですね、いわゆる砂糖を作るね、砂糖のあれなんですけど、一時仕込みでですね、まず酒を作って、その後に溶かした黒糖をですね、大きな亀に入れて作るというような作り方になりますね。で、今回のね、富田酒造さんの龍宮の原料は、黒糖はですね、ハテルマとかですね、沖縄のかなり南ですね、そちらの黒糖を使用しているということで、その辺りって雨が少ないらしいんですね。ですので塩のほろ苦さが出るという特徴があるみたいなんですけどね、ミネラルですね、おそらくね、そういうもので仕込まれてるというところですね。まあ蒸留酒なんで、蒸留するんでね、最後ちょっとどういう出質になるか分かりませんけどね、どういう、まあ何らかの影響があるとは思いますので、早速飲んでいくことにしましょう。はい、黒糖焼酎龍宮黒麹作りですね、亀仕込み。そしてですね、原料は黒糖と見えるかな、ここ、米麹、国産米ですね。結構ね、黒糖焼酎ってタイ米も使ってるね、銘柄もあったりしますよね。どっちがいいってわけではなく、それによってね、出質が変わるっていう感じがしますね。さあ、いただきましょう。これがストレートですね。そして、ロック。あとで水割りをちょっとしていこうと思いますね。はい。いいですね。龍宮、香りがものすごい甘い香りしてきましたわ。ちょっとステアだけしておきましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、ではいただきます。焼酎で蒸留酒、無色透明です。香りを嗅いでいきます。そうですね、煮詰まった黒糖のような香りは当然あるんですけど、あとはキノコ関係ですね、キノコとかですね、しいたけとか、あと何ていうんですか、バニラっぽいような甘い香りもあったりとかですね、あとその何ていうのかな、ちょっと香ばしいようなね、ロースト系統のような香りもあるんではないだろうかと。結構複雑な感じですよね。
たまに他のラムだったら結構、失礼しました。他の黒糖焼酎だったらラムのような香りとかね。まあ、バニラっぽいような香りが際立つ銘柄も多いんですけど、これはどちらかというと、なんか、なんていうんですかね、そういう、キノコのような、顕著な香りがいいですよね。さあ、飲んでいきます。そうですね、やっぱり甘みが広がっていきますよね。甘みが広がりですね、あとは余韻はね、練れたような洗練されたような苦みがじわ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 、あ、余韻も長いですね。ふくよかにもまたーってくるような感じですよね。これ蒸留酒って私いつも不思議に思うんですけどね、蒸留してるんで基本的に砂糖とかね、甘いものっていうのはね、あれなんですよ、焼酎とか蒸留液、蒸留した後の液に入らないんですよね。それなのに甘く感じる。例えばね、やかんにですね、砂糖水を入れて、まあ、食塩でもいいんですけどね、沸騰させて、蒸気を、コップか何かに集めて冷やすと液体でできるんですけど、これが蒸留の原理なんですね。で、蒸留液にはその塩とかね、その砂糖とか入らないんですよね、沸騰してるのでね。でもこういう黒糖焼酎、まあ黒糖焼酎のみならず他の焼酎もそうなんですけどね、結構甘みが出るっていうのはですね、やはりこれっていうのはアルコールの甘さプラス、あとはグリセリンやなどの筆頭とする高アルコールですね、その辺の甘さっていうことが由来してるんではないかなっていうふうには思いますね。まあ、もっと専門的に言うと、ベロ、舌のですね、甘みの細胞を刺激するって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういうような、すいません、マニアックです。すいません、なんかね、いつもこういう風に考えながら、ちょっとね、飲んだりするので、もっとね、飲んで、パーって明るくね、なったらいけるんですけど、意外に、なんでしょう、そういうことをついつい考えてしまう小心者なんですよね。マニアックなおっさんと思って、またいいのかなと思いますね。まあ、でも素晴らしいですね。本当に美味しい、黒糖焼酎ですね。ロックですね。ロックいきましょう。あれですよね。やっぱり当たり前の話ですけど、軽く入れるだけあって、キリッとしますよね、やっぱりね。まあ、常温でもロックでも両方美味しいんですけど、まあ、これはもう季節によって、あと、ご本人のね、その時のタイミングによってね、楽しめたらいいのかなと思いますね。ちょっと1対1の軽水割りでもしてみましょうか。結構黒糖焼酎水割りも美味しいんでね、2、4、5、6、よしっと、さあ水割りをいただきましょう。おっと、甘さ広がりましたね。ストレートも結構甘みあるんですけど、水割りにしても甘みが広がる。あー、やっぱりあれですよね、いい焼酎っていうのは薄めても変わらないですよね。変わらないって言いますから、場合によっては広がるっていうね、そういう展開もありますよね。いやー、黒糖焼酎って非常にね、面白い存在だなと思いますね。ストレート、ロック、水割り、非常にね、いいと思いますね。そして私は結構楽しみにしてるんですが、お湯割りですね。ちょっと今日ね、冷たい雨が降ってちょっと寒かったりするんで、お湯割りも楽しみたいなと思いますんで、お湯取ってくるんでね、少々お待ちください。はい、すいません、お湯の登場、お湯の登場って別に大したもんじゃないですけど、お湯の登場です。切りましょうか。ちょっと沸騰しすぎてるから、こういう時はですね、水でちょっと温度を調整しましょう。あ、こんな感じですね。よくうちの家内とかもやってる手法、まあみんなやってるよな。まあ本当は焼酎順番入れ方ね、先入れるとか後入れるっていうのはあるんですよ。これは便宜的に、後から入れるようにしましょうね。さあ、こんな感じやね。よっしゃーよっしゃーってな、掛け声になりましたけど、ここまで混ぜへんでいいけど、飲んでみましょうね。はい、お湯割りの完成です。いただきます。
やっぱりあれですね、華やかなふんわりした雰囲気がもわーってやっぱり出ますよね。うん、青いよりも美味しいね。うん、非常に納得できる味わいですよね。やっぱ甘みが、先はいいけど甘みが広がるよね。奄美大島やから奄美広がるとかいうしょうもないこういうちょっとしまってめっちゃ思わなかったですね。すいません、大変失礼しました。なんかダジャレをちょっと おっさんですわね、ほんまね、ちょっと言ってしまって大変失礼しました。うん、いやー本当にね素晴らしいですね。でもやっぱりあれですよね、黒糖焼酎の今日のリュウグウ25度、まあリュウグウ30度とかね、いろいろあるんですけど、この25度に関してはやはりお湯割りもいいんですけど、ストレートか水割りっていう、まあロックも当然いいんですけどね、そうどちらかっていうのがちょっと今回は非常に私の思考に合ってるのかなと思いますね。で黒糖焼酎って奄美大島なんですけど、あれなんですね、黒糖なんでですね、基本的に甘いから糖分が、細かい糖があるから、別に米麹はいらないんですね、本当はね。ラムってね、サトウキビですね、由来なんですけど、麹いらないんじゃないですか。ではなぜね、この同じような原料の黒糖焼酎っていうのはね、麹がいるかっていうのはですね、あれなんですね、歴史が結構物語ってるんですね。第二次世界大戦ね、日本負けて、奄美諸島って群島ってあれですよね、アメリカの占領下になってたんですね。それでいつやったかな、すいません、ちょっと忘れてしまってすみませんが、1950年代ぐらいやったかな、日本に復帰した時にですね、やはりそれまで、焼酎じゃなくてね、なんかラムのような分類なところがあったので、酒税がですね非常にね高かったんですね。洋酒っていう、洋酒の部類になったらね、当然酒税が高くなるっていうのがあるので、さすがにちょっとね、これは奄美たちの島の人たちは困りましてですね。で、それで陳情に行きましてですね、まあそういうことだった、特別措置としてですね、米麹を使うことによって、焼酎の扱いにしようと。焼酎の扱いにするとですね、税金がちょっとね、一般的になるという、失礼しました、焼酎の税金になるっていう形になりますのでね、そういう歴史があるみたいなんですね。ただ、米麹を作ること、入れることによってですね、またですね、一層、その麹のうまさっていうんですかね、コクっていうんですかね、それも加わって、よりね、一層洗練されたね、黒糖焼酎になっていったというところがあるので、なんでしょうかね。今はね、黒糖焼酎は米麹は必須なものになってますよね。やはりこのお酒っていうのは、この単体で飲むのもいいんですけど、まあ食事もそうなんですけど、歴史を考えて飲むっていうのが結構ね、私の中でも好きなことになりますし、もしかしたらね、ご覧いただいてる人の中にもそういう、そうだそうだっていう人もおるかもしれませんし、逆にそんな話いらんから飲ませろみたいな人もおるかもしれませんけどね、そこはちょっと分かりませんけど、ちょっとそれを補足として説明させていただきました。はい、そろそろお時間になりましたね。この度もご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、黒糖焼酎リュウグウ亀仕込み25度を美味しくいただきました。今夜は黒糖焼酎で乾杯。